夜回りさん、こんばんは、真っ白でございます。ついにアイテムをすべて集めて、トロフィーをすべて回収する時が来ましたね。残りのトロフィーはパズルをすべて回収する。すべてのアイテムを回収する。そしてある特定のアイテムを回収する。そしてすべてのトロフィーを回収するの4つでした。ところで夜回りのコンセプトというか、キャッチコピーって知ってますかね。毎回プロモーションビデオの最後に出てくるんですけれども、夜回り1作品目が夜の怖さを覚えていますか。2作品目の新夜回りがあなたをさらいに夜が来る。そして夜回りさんがまぶたの裏で君が死ぬ。エンディングまで見てくれた方からすれば何のことか分かりますよね。やっぱり素晴らしいゲームだと思います。ではやっていきましょうか。三度夜の世界に誘われるということでやっていきましょう。さあ、まずは何から拾いに行こうかな。とは言ってもまあ決まってはいるんですが、ここか、パズルのかけらの12番か。ここから行きましょうよ。行きましょう。ああ、ここか。ああ、そっち行くのね。何かがいる音が。あ、そこか。これ何気に、ネズミ追いかけるの大変だよな。よし、パズルのかけら12をゲット。あ、なんだ、全部の部品が集まった。部品を組み合わせたら金の小槌になった。ネズミを追いかけて歩いたことで、町の地図が完成したみたい。これでいろいろな場所が分かりやすくなった。金の小槌。あ、トロフィーを獲得しました。打ち出の小槌。ネズミの穴の中にあったパズルの部品を組み合わせて出来上がった金色のトンカチ。ずっとピカピカ輝いていて、何かを叩くには向いてない。これか、金の小槌。いやー、集めたね。大変だったね、これ。で、地図が完成しました。おー。おー。あ、赤ちゃんの亡霊 VS、かかし先生だ。あー、こっくりさん。こっくりさんにハッサーくん。あ、シリウスブラック。お、夜回りさんいるじゃん。すご。今作出てこないのかと思ったら。あ、そして、メガコンパスのやつ。あとは、あ、出た。メガヒトデマ。に、あとは、あ、こっちもいる。ハイソンの人たちと、あ、陸道くんもいるね。うっすらとしか見えてなかった部分とかがあったけど、完全に地図が完成しましたね。地図が完成し、取れないところは罰になってるのか。あとここ武器のお墓もちゃんと書いてあるんだね。
いやー、地図が完成したよ。頑張ったなー。あったー、ここだー。こんなところにあったんだ。花が咲いてる。青い花。小さいけどとっても綺麗。集めれば花束にできそう。次、四つ目か。あ、ほんとだ。公園に咲いてたんだ。青い花4。これって、説明は全部同じか。同じっぽいな。次。あー、ここだー。来たはずなのになんで気づかなかったんだろうな。5番。いつの間にか街中で咲いた綺麗な青色の花。なんだ。いつの間にか咲いてたのか。よし。これで、全部集まった。じゃあ、見せたい人のところに持っていきましょうか。うわあ、たくさん。たくさん飾られている。いや、たくさん備えられているだな。武器が眠るお墓だ。いつの間にか花畑になってる。喜んでくれてるかな。そうだといいね。一輪だけお花をもらっていこう。またね、麦。青い花、7を拾った。これでたくさんのお花が集まった。お花をまとめて花束にしよう。そして青色の花束を拾った。先ほど、これを拾もらって、街で見つけた青い花を紐で縛った花束。これはあの人にあげに行かなきゃ。きっと見ててくれるはず。行きましょう。屋上。ああ、ここで壮大な戦いがありましたね。初見地は何度もやられましたが、なんだろう、本当の思い出を思い出した時には一発クリアできたっていうのがかなり印象に残っています。あれ結構難しかったですね。まさかお姉ちゃん第二形態があるとは思わなかった。あ、こんなところに。何度も見ましたね。これ第1話だか2話だか、もう体験版の時から見てたような気がしますね。何なんだこれはって言ってましたが、まさか伏線になっているとは。伏線というか、記憶を思い出すために必要なものだったとは。あ、灰色の世界だ。あ、戻されるんだ。ここから先は思い出せない。へえ、そうなるんだ。いや、思い出し方を知っているはずだぞ、ゆず。進んだ方がいいのかな。お姉ちゃん。私もう絶対に忘れたりしないよ。お姉ちゃんのおかげで、どんなに怖くても勇気も出せるようになったよ。もう一人でも大丈夫だから。だから、音楽プレイヤーか。お姉ちゃんが持っていた。そして公園じゃなくて休憩所か、あれ。休憩所にもあったね。
お姉ちゃんが持ってた。あ、そうだ。喧嘩していこう。音楽プレイヤーを拾った。お姉ちゃんが使ってた。ああ、トロフィー獲得しました。誰かの記憶。そしてトロフィー獲得しました。夜回り。これで全てのトロフィーが集まりました。長かった。いやー、ついに全て集まりましたね。音楽プレイヤー、お姉ちゃんが使ってた音楽が聴ける機械。お姉ちゃんはどんな曲を聴いていたんだろう。大事に使っていこう。音楽プレイヤーを入手する。そして全てのアイテムを入手する。そして全てのトロフィーを獲得したというトロフィーが一度に入手できましたね。うわー、長かった。いやー、全部埋まりましたね。圧巻ですよ。お姉ちゃんのための花束が置いてある。お姉ちゃんの気配はここにない。もう行かなきゃ。この青いお花って何がモデルなんでしょうね。僕が青い花なんだろうなと思って若干調べてみたんですよ。で、まあ考察というか、これだったらいいなっていうお花があったので、ちょっと言いますね。このお花は忘れな草だったらいいなって思いました。忘れな草の花言葉は、私を忘れないで。もうゆずは絶対にお姉ちゃんのことを忘れることはないと思うんですよ。ただお姉ちゃんはまだというか、もうお化けになってしまっていますから、もしかしたらお化けになった影響でゆずを忘れてしまうかもしれない。無意識かもしれないですが、私を忘れないでの忘れな草はまさにこの状況にいいお花なんじゃないでしょうか。また忘れな草は英語で Forget me not だったかな。まあそのまま英語にしたような感じのお花なんですが、英語での花言葉は思い出なんですよね。だからこのお花は忘れな草だったらいいなって思います。本当の思い出を思い出すための旅でしたからね。お姉ちゃんへと続く旅は。では、自分の部屋に戻りましょう。よし、帰ってきた。ただいま。集めましたね、アイテムたち。あ、そして音楽プレイヤー、ここにありますね。音楽プレイヤーで音楽を聴く、音楽を聴くことができる。これはもしかして、あ、やっぱり。いつも音楽プレイヤーとかラジカセとかだったかな。で、夜回りシリーズの曲が聴くことができるんですよね。毎作。いやー、本当に。あ、うちでの小槌もある。うわ、白い。いや、近づくと。近づくと霧が出てくるのか、あの貝。なんかこの板もなんか近づくと視界が
変になるとか書いてあったような気がするぞ。これはないのか。なら安心した。他にはうちでの小槌に近づいただけなのに。いやー、夜回りさん走り切りましたね。夜回りのシリーズって必ず主人公が何かを失っているんですよね。何かを失うことになるんですが、その過程で少女たちの成長する物語ではあるんですよ。まあそれに対して失うものがでかすぎるような気はするんですが、今作のゆずは心の支えだった麦とお姉ちゃんをどっちも失ってるようなものですからね。ですがゆずは心の支えだったこの二人をなんて言えばいいんだろうな、受け入れてたというか、この二人がいなくても私は強くなる、勇気を出せるようになった、強くなりましたよね。いやー本当に毎作言ってますか、夜回りシリーズって最高に面白いんですよね。夜回りと新夜回りも一つのゲームになってプレイすることができるので、よければ皆さんも夜回り、新夜回り、そして夜回り3本でよければプレイしてみてください。それではもう第70話ですね。いやー長かった、本当にここまで付き合ってくれた方本当にありがとうございます。おかげさまで夜回り3エンディングも真のエンディングに到達することができ、そしてアイテムもすべて回収し、トロフィーもすべて回収することができて 100% のクリアすることができたんじゃないでしょうか。はい、では皆さんここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、昔話のあの怪物は全ての時間を観測する、今も鈴を探している。目、ではやっていきましょうか。三度夜の世界に誘われるということでやっていきましょう。理科室といったら別にいやー、やばい、ジムテルシーはごめんなさい、いいコントロールしてんじゃねえか、ごめんなさい、お帰りください、自分の呪いを解くと同時にあのお姉さんもありがとう、信用回り、何が起きているんだ、どうしてこの世界の動物たち、ネズミ近づくと逃げていってしまうんだ、水に誘われていろんなところに来て、お客さんたちも大喜びの配信からの攻撃だろうかもしれない、またネズミに誘われる君たちが体験させたところだ、リシュズミだ、花子さんはヤンデレなんだから、そういうことか、中ネズミだ、東京はね、この町の知らない場所だけど知ってる場所、僕に明日はないんですけど、海中に止められた、カメラ旧支配者、青、クラッケじゃん、目が海坊主、どれが当たりだけど、今度こそいいやつだったよ、てかしてあげよう、体験のはもうその先に行ったんですか、またお化けになっても、どうしよう、何でわざわざお化けの行くところ行ったんだ、あいに、6段の稲がってね、多分この瞬間じゃないと取れないから、これ読まないで解いちゃったってこと、ね、何かできることないの、ゆっくりしてらんねえよ、あと一手と10円しかないから、つけていないガードが立て、これ集合体ダメだよ、お姉さん新フォルムに興奮してしまった、選択肢は変えられない、どこにあるんだろう、
ありがとう。あてもなくさまよってるな。これ一度しかないのかな。これでいい力見てる。あいつブサホだぞ。うわ、めっちゃこっち見てる。また遊ぶ。成長してゴミ箱にシュー。鈴を鳴らせる。さあ目を開ける時だ。体験版の時からあったのこれ。麦は今どこにいる？生き方がわかってる僕なら。いや、ゆずならいける。ゆず、やっと名前を呼んでくれた。わあ、たどり着いた。来てしまった。まさかこれか。しゃあ握手会会場、気合入れていくぞ。私のことを思い出してくれるかな。いつまででも覚えてるよ、ゆずならきっと。またいつでも来よう。忘れな草の花言葉は、私を忘れないで。では皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。